オートの部品を使ったウィンドウのレアブストラクトウィンドウツールキットとは Java の独自のプラットフォームヒ依存ンなウィンドウシステム、グラフィックス、ユーザーインターフェース、ウィジェットツールキットのことである。オートは現在は Java ファンデーションクラセスに含まれ Java プログラム用グラフィカルユーザーインターフェースを提供する標準 API の一部となっている。サンマイクロシステムズは1995年に Java を 最初にリリースしたとき、オートは仮想のネイティブなユーザーインターフェース上に薄い抽象化レベルを提供した。例えば、オートのチェックボックスを作成する際、オートはチェックボックスを作成する仮想のネイティブサブルーチンを直接呼び出していた。しかしながら、Microsoft Windows のチェックボックスは MacOS や様々なユニックス互換 OS におけるチェックボックスとは、 厳密には同じではなかった。仮想のネイティブな Windows ツールキットにコードに忠実で、ネイティブなアプリケーションとのシームレスな統合を提供することから、アプリケーション開発者の中にはこのモデルを好む者も,もいる。言い換えれば、o o ト t を使って書かれた GUI プログラムは、Windows 上で動作するときは、ネイティブな Windows アプリケーションのような外観になるが、Mac 上で動作するときは、 ネイティブのアップルマッキントッシュアプリケーションのような外観になるなどということである。しかしながらアプリケーション開発者の中にはすべてのプラットフォーム上で開発したアプリケーションが厳密に同じ外観であることを好むためこのモデルを嫌う者もいた。JNESE 1.2ではスイングツールキットがオートのウィジェットの大部分にとって変わった。 よりリッチな UI ウィジェットの集合を提供することに、加えて Swing は OS の高レベルユーザーインターフェースモジュールに依存するのではなく、独自のウィジェットを描画する。Swing はアプリケーションのためにネイティブのルックフィール、またはすべての Windows システム上で同じ外観を持つクロスプラットフォームなルックフィールを使用するオプションを提供する。オー t は GUI イベントサブシステムとネイティブなウィンドウシステムとスイングが頼る構造的な土台を提供する Java アプリケーションとの間のインターフェースの中核の提供を継続する。それはサポートシステム上でシステムトレイにアクセスできるだけでなく様々な基本レイアウトマネージャー、クリップボードやドラッグドロップを使用するデータ転送パッケージ。 マウスやキーボードのような入力デバイスインターフェースをも提供する。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。